皆さんこんにちは製作企画研究所プロジェクトリーブ株式会社トライユカの中島ユカです中島ユカのそこまでユカの時間がやってまいりました皆さんお元気ですか <laughs> 毎日ねウイルス感染者のですねまあ数がね収束してる感はねやっぱりないですねどっちかというと なんか、伸びてんじゃんって感じです。昨日ですかあ河野防衛大臣が、まあね、マスクをした姿で、まあついにね、自衛隊の、ね、中で、まあコロナウイルスがちょっとやっぱり広がっていってるという、まあ記者会見はね、ちょっとやっぱり衝撃的でした。あの、誰がね、感染してもいけないんですけど、 国家防衛という観点で、自衛隊というね、やはり領域で、このウイルスがね、感染するっていうのは、本当に極力避けてほしいなっていうふうに、まあ、思っていたので、すごくね、あの衝撃的な、まあ、あのニュースでした本当にいまだあ皆さんのね、お手元って、マスクは手に入ってますか えー、私はですね以前もご紹介しましたけれどあの基本的にあの布のマスクなのでしかも竹のねあの抗菌作用のあるマスクを使っていますのでそれをですねまあ3枚4枚ね持ってて毎日使うと洗って使うと洗ってという感じで、まあ、使っているので不織布の マスクをですね、あのー、買いに走るっていう、探したりとかね、っていうことは、あのー、していないんですけど、まあ、これは、あの、ちょっとね、出先でね、2枚ほどいただきました。でね、2枚ほどもらったこのマスク見たときにね、こんなに今貴重なんだ、この、ま、マスクね、って、すごくね、思いましたよ。たまたまね、あの、知っている方のですね、高齢者の方、おばあちゃんのね、 ところに、ちょっとこの前お伺いしたら、なんかね、家族がね、マスクなくて、なんかね、キッズ用のマスクを買ってきたと。それがもうね、こ、これくらいだって。だから、こんなもん買ったって、意味がないじゃないのっ,って言われてて、もし本当にあるんだったら、1万円出してでも買いたいってね、あの、高齢者の方がね、やっぱり言われてました。 それほどね、あの、やっぱりマスクが本当に今ないっていうね、深刻さです。で、まあね、消費税を減税しなさいよとか、まあいろんなね、今のその経済状態からえいろいろ懸念されることもあるんですけれども、やっぱりね、マスクとゲンダマ、がいる、現金給付してから、 緊急事態宣言とか、いろんな自粛要請をね、やっぱりしてほしいなというのがあります。私は相変わらずですね、あの、これがあります、これ。はい。これでですね、えー、私は、まあ、あの、ウイルスに対するね、不安っていうのはないわけではないんですけれども、まあ、とりあえずこれをね、あの、命綱のようにして、持って歩いて、まあ、飲んでますっていう。 それによってですね、えー、本当にあの、怖いウイルスからは、本当に今、免れているという、少々ね、ヘビーな生活をしていても、本当に守られているという、まあ、そんな感じです。はい。で、えー、今日のサムネイルをね、あの、見て、えー、いただくとですね、えー、私はこの方を支持しますということなんですけれども、少し前から、 あの大切な、ね、お知らせがありますよということで、えーまあ温めていたんですけれども、山口紀之さんという方は、ですね、えー、元、えー、TBS のです、ねえー、ワシントン支局長を、あのーまあ、していた途上で、ですね、まああのー、今回の、ね、裁判をしなければならない、さまざ、あ、まな出来事のあった方です。 今ね、あの、フリーのジャーナリストとして、まあ、あの、月刊花だとか、いろんなものに、まあ、執筆をされているという方ですけれども、え今回のね、この伊藤しおりさんと、えー、山口のりゆきさんのですね、この裁判の一連のですね、いろんなあ流れを見ていて、まあ、結論から申し上げますと、えー、私はもう、あのー、圧倒的にですね、 まあ、様々なあの根拠がありますけれども、山口のりゆきさんをですね、あの、しっかりと支援していこうという立ち位置にあります。この YouTube においてもですね、えー、皆様に、えー、このことをね、まず発信しておきたいなというふうに思って、今日第一発目にですね、えー、このサムネイルの内容で、えー、お伝えしております。今後ですね、 あの控訴審があ東京高等裁判所で、えーまあ、開かれるんですけれども、もうあのこれに関してもですね、十分あの注視をして、えー、しっかりとですね、正しい根拠に基づく側の主張が、本当に正しくあのジャッジを出される裁判であってほしいというふうに、えー、願っています。で私はですね あの、様々な、あの、資料等を、いろいろ検証したり、まあ、精査したり、一番ね、あの、信頼がおける、あの、小川栄太郎先生の、ああ、ファクトチェックだったり、そのような、ああ、ものをですね、通じて、山口さんの主張というものに、疑問点がね、ないんですよ。そして、ええー、今後ですね、ええー、いろんな裁判資料だとか、いろいろそういうものをもとに、 まあ、あの控訴審がね、行われるということになるんだろうと思いますけれども、本日は、えー、私はですね、えー、山口さんがしっかりと彼があ主張している陳述書のですね内容に基づいたあ事実が、あしっかりと高等裁判所で正しく審判にかけられか,かることをですね、えー、心からあー記念しているところでございます。 そして、えー、この件についてはですね、また、ああ、おいおいですね、皆さんにもですね、あの、応援していただきたいなと、ぜひぜひ、皆さんのですね、もう支援の力も、あの、いただきたいなというふうに思っております。えー、今日からですね、ついに4月になりました。今月ですね、えー、控訴審がいよいよ、えー、始まるという、あのー、今日ね、 あのまず皆様にお伝えしておきたかったあトピックというのがあこの件でした前回のですね地裁の結果それからさまざまなあのいろんなあファクトファクターでですね皆さんにですねご説明をしてい、えー、きたいなというテーマもありますので是非私のですね YouTube をしっかりとあのご覧になっていただきたいなというふうに思っておりますはい では引き続きですね、えー、ウイルスがですねあの、まだまだ収束という,う時点にはないようですのでどうかくれぐれも体力や免疫を落とさないようにお互い頑張ってまいりましょう。ではまた。